はい、ゆうチャンネルです。今回はアイカツ公式ファンブックアピール1を紹介します。はい、こちらアイカツの公式ファンブックになりますね。10月2日から DCD が2015シリーズになりまして、アニメもあかりちゃんがね主役になって3期が始まりましたから、新たなファンブックが発売されました。2015、そしてアピールというのが追加されましたね。そして、今回は特別付録が5つついています。まず1つ目がファンブックオリジナルアイカツカードが2枚セット、カンナちゃんが後ろに載ってますね。特別付録2、スペシャル DVD ミュージックビデオ。特別付録3、2015シリーズ第1弾全カードカタログ。特別付録4はスペシャルコラボパートナー橋本環奈ちゃんの取り下ろしピンナップ。そして最後、特別付録5つ目は劇場版アイカツポスターがついてきます。ではまず特別付録からチェックしていきます。まず特別付録1、アイカツ公式ファンブックオリジナルアイカツカード、プリンセスパレスコーデですね。オリジナルのアイカツカードが2枚ついてきます。まだ封は切っていないので早速開けちゃいましょう。ではカードを取り出します。はい、おー、いいですね。今までは AKB の皆さんでしたからね、ちょっと新鮮です。そしてドリーミークラウンのトップスボトムス、そしてシューズですね。これはいきなり使えますね。次に特別付録にスペシャル DVD ミュージックビデオですね。結構袋がおしゃれなんですよね。あかりちゃんとひなきとすみれで乗ってて、下にはいちご青いランが乗ってますね。収録曲はデュードゥアデュイト、新しくなったオープニングですね。そしてグッドモーニングマイドリーム、エンディングです、新エンディング。そしてレッツアイカツ、ステージで歌っていた楽曲ですね。この3曲が収録されているそうです。裏面の説明の感じはいつも通りですね。オープニング、エンディング、そしてステージ曲も結構気に入っているので、これは楽しみです。特別付録さんは2015シリーズ第1弾の全カードカタログです。初めて見ます。まだ DCD をやれていないので、全然見たことないカードだらけですね。まあ、プレミアムレアのロマンスカードとかわかるんですが、わーいいですね。まあ、このスワン系のもいいんですが、僕が狙ってるのはこっちのスミレちゃんのカードですね。スノープリンセス、白雪姫ですね。ロリゴシのカード、元から豪華なんですが、プレミアムレアになるとさらにすごいですね。あー、このね、葵姉さんのカードも欲しいです。はい、こんな感じでカードが全部載っております。あ、そうなんですよね。今回のキャンペーンカードはこちらに書いてある通り、ナイトミアハロウィンということで、キャンペーンカードはハロウィンなんですよね。いやー、いいですね。この12種類かな、12種類がキャンペーンカードとして入っています。背面は2015シリーズ第1弾で、おお、裏面はプロモーションカード162枚ですね。アイテムや雑貨品、あとは食玩などに多分ついてくるカードが書かれています。いいですね。これはまだ発売されていない商品とかが載っているので、そういう面でも結構便利です。特別付録4つ目は橋本環奈ちゃんの取り下ろしピンナップということで、これはまだ取り外していないんですが、こちらになりますね。おお、三つ折りになっていて、デカデカと環奈ちゃんが写っております。そしてその裏面ですね、裏面に特別付録5の劇場版アイカツのポスターがプリントされています。おお、いいですね。こんな感じで一応両面ポスターっぽくなってますね。これが特典の4、5です。では特典を確認したので中身をチェックしていきます。本の中身も今初めて見るので楽しみです。あー、今度からね、ユニット、そして何よりもロマンスドレス、あー、これはすごいですね。ドリーミークラウンとロリゴシ、うん、かっこいいし可愛いですね。あ、ちゃんとロマンスストーリーの白鳥の湖とか説明が載ってますね。白雪姫、うん、星座の次はロマンスストーリー、物語が中心なんですね。
これは楽しみ。そしてキャンペーンも今回は目が離せないですね。ハロウィンカード、カードの説明が終わると、あーアイカスフォンルックね、アイカスフォンルックの説明が書いてありますね。こんな感じで書いてあります。僕もプレミアムバンダイでデラックスセットを買っているので、11日ぐらいですかねに到着する予定です。それも楽しみですね。あとは12月に発売されるゲームの説明、365日のアイドルデイズですね。このゲームは劇場版のというか映画館に持っていくとスペシャルステージですかねがもらえるそうなので、一応購入予定になります。あ、書いてありましたね、冬の2大話題作がスペシャルコラボレーション。ここに説明が書いてありますね。はい、そしてその隣、これすごいですよね。見た時びっくりしました。入場者プレゼントはスリーピングオーロラコーデが3枚セット、要はプレミアムレアロマンスドレスのコーデが一式ついてくるんですよね。これはすごい。そしてさらに全国先着40万人には入場者プレゼントとしてアクセサリーカードも揃うんですよね。これでもうフルコーデですよね。全国先着40万人、ちょっと規模がわからないんですが、これは多いんですかね、少ないんでしょうか、わからないんですが、とりあえず映画公開日には見に行きます。そして、アニメの情報ですね。あとは DCD のステージ説明とかが書いてありますね。グッズ紹介がありますね。この間発売されたバインダーとかですよね。あとは漫画が載っています。はい、そして、あー出ました、待ってました。はい、予告が入っていますね。アイカツカードオールコレクション2014、こちらの2013年バージョンも発売されていて、アクセサリーカードが2枚付きました。それの2014年バージョンですね。セカンドシーズンって書いてあります。10月29日頃発売。おー、そうですね、こちら2013年バージョンの続編になります。あ、そしていいですね、 WM のサマーナイトコーデのアクセサリーカード。これは持ってない僕としてはとても嬉しいです。はい、こんな感じですね。あー、これはね、本の裏面なんですが、こちらクリスマスケーキですね、ケーキというか要はおまけですよね。おまけがメインになります。アイカツのオリジナルカードが続いてくるんですね。へー、これはちょっと今買おうか悩んでます。はい、ということで今回はアイカツ公式ファンブックアピール1を紹介しました。結構盛りだくさんの、まあいつも通りの盛りだくさんの内容なんですが、今回は特に特別付録が多いような気がしました。スペシャル DVD は早速見たいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。